今回ご紹介させていただくのは、オートレース界のレジェンド、鈴木辰巳選手です。鈴木辰巳選手は1953年生まれ。静岡県出身で、浜松オートの所属です。鈴木辰巳選手の趣味は釣り。浜松周辺は、遠州灘や浜名湖など釣り場は豊富です。車両の名前は、ナルトエスコーン。鈴木辰巳選手の娘さんは、ボートレーサーとして活躍されている鈴木成美選手で、車両名のナルは、そこから付けたのかもしれません。鈴木辰巳選手は長い間、浜松オートをエースとして支えてきました。切れ味鋭いスタートが持ち味で、1975年に選手登録、1980年に初の記念タイトルを獲得しました。そんな鈴木選手ですが、現在の SG タイトル獲得までは時間を要し、1990年の第9回オールスターオートレースで悲願の特別競争タイトルを獲得しました。その後、浜松オートのエースとして数々のタイトルを獲得し、浜松所属の選手で唯一通算勝利数1000勝と通算優勝回数100回の両方を達成しています。また2003年1月の浜松オートで1勝を挙げ、オートレース史上6人目となる通算1500勝を成し遂げました。近年衰えてきたとも言われますが、切れ味鋭いスタートは健在。その走りをご覧ください。